ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ911ターボカブリオレ2021年式500キロこちらの車両になります。これどこから触れましょうか。どこから行きますかね。大きくなっちゃった問題のところから、はい、それともターボ S 問題のところからいきます。いろいろちょっとこう物申したいんですか今回は。いや物申したいというよりかは、小島さんと意見交換しちゃう。意見交換、はい、これでも本当にね、いや僕簡単に語っちゃいけない車じゃないかなと思います、はい、めちゃめちゃ奥が深いのと、はい、まあ、大体見てくださってる方の方が詳しい、うん、詳しいそうですね、はいはい、なんでまあ全体的には一緒に見るっていう動画で、はい、まあ、あとはやっぱり急遽にすごく注目されてる車じゃないですか、はい、でさっきも言った通りですよ、はい、大きくなっちゃった話とか、はいはい、まあ、ターボ S、はい、どっちなんだっていう問題とか、はい、まあ、いろいろあると思いますので、ちょっと流れに任せていきましょうか。そうですね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います、はい、でまず最初のそのターボ S のところからちょっと触れてていいですか、はい、で車的にはターボ S の方が先に出てるんですよね。はい、出てますね、はい、で後出しでターボの方が出てます、はい、でなんか調べたらやっぱりターボ S の方が、うん、まあ、台数的には売れてるというか多い、うん、多い、まあ、最初の初期ロットが多かったからじゃないですかね、はい、まあ、あとはやっぱりこうちょっと価格が超えちゃうじゃないですか、うん、ある一定のところを、うん、そうするとどうせだったらよりいいのっていうことなんですかねっていうのもあるのかもしれないですけどね、うん、なかなかちょっとその辺は難しいところだと思うんですけど、実際そのじゃあターボ S とターボ乗り比べたことある方いらっしゃいますかって言ったらいないじゃない。そうですね、いないですよね、なかなかいらっしゃらないと思うんですよ、はい、だと僕この車に関しては、まあ、カブリオレはちょっと少なかったんですけど、うん、ポルシェってこうレビューがめちゃくちゃあるんですね、うん、もうネットで検索してもブワーって出てきて、うん、いろんな媒体とか、うん、まあ、個人だったり素人だったり、うん、いろんなこうレビューがあるんで、うん、なかなかちょっとこう感じ方、はい、人それぞれなんて難しいところだと思うんですけど、はいはい、多くの方がおっしゃってたのはやっぱりターボでもターボ S でも行動レベルだと、うん、ほとんどそんなに乗り味的には、うん、違いはそんなはっきりとした違いは、うん、あんまり感じ取れないっていうふうに書いてあるのが、ね、大きな違い、馬力で70馬力ですか。だからエンジン自体は一緒なんですよね。そうです、トルクはちょっと違う、ちょっとトルクの方がちょっと上かかってるんですよね。馬力もトルクもちょっと出てる感じ、はい、だと見た目的にもほぼ変わらないんですよね、うんうん、そうですね、はい、なんかターボ S になるとちょっとなんかバンパーがとかそういう感じじゃないんですよね。ないですね、はい、ホイールとブレーキとぐらいなんですよね、はいはい、あと装備的なものがいろいろ、うん、そうですね、はいはい、ちょっとこう走りに関する装備的なものが充実しているのがターボ S っていう感じなんで、まあ、日常使い、うん、もしくはターボでオプションつけてたら同じことができちゃうんで、うんうん、あんまりそこの差がこうなくなってきちゃうのかなっていうところですよね、うん、そうですね。で問題としてはどっちがいいかってことですか。それは難しいところですね、はいはい、ただ今回ご紹介させていただくお車に関しては、うん、結構こうコンディションも500キロでいいところですし、うんうん、まあ、あと装備もかなり充実してるんですよね。そうですね、はい、あとはもうここら辺の車に関してはやっぱり納期問題が非常にかかってくると思うので、多分別にもうターボでもターボ S でも僕はまあ分かんないです、本当乗り換えたことないんで分かんないですけど、スペックだったりいろんなところを見たらもしかしたら街乗りはターボの方が乗りやすいんじゃないかなっていう感じはしてるはいるんですけど、それはターボをお勧めしてる人の負け惜しみじゃないですけどじゃないのかって言われたらそれまでですけど、在庫で持ってるからだろうって、まあ、そうそうそう、そういうツッコミはあるかもしれないですけど、はい、まあ、あえてそれはちょっと在庫であるんで言わせていただきますけど、そうですね、純粋にこの車の良さをちょっとご紹介させていただきたいと思って、はい、そうですね、はい、あとは全体的なエクステリアとしては、はい、これもいろんなところで書いてあったんですけど、うん、結構クラシック回帰してるなっていう、うん、ああちょっともうね、まあ、戻ってるまで言いませんけど、はい、例えばこのボンネットに関しても、はい、こう99人になってからかなりカクッとしたこう、うん、シルエットになったんですよ、はい、でこのラインも今までなかったものが復活してる感じ、うん、はい、これ空冷時代のなんかこのシルエットが、うん、あシルエットがね、はい、こういうで、あと今回ちょっと僕991といろいろ比べたんですけど、うん、ヘッドライトも若干こうなってる気がするんですよね、わ、うん、かります、角度がついた、そうです、はいはい、空冷とも追いかけてるじゃないですか、だん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 寝てきて、はい、見比べてわかんないですよ、実車を比べてないんでわかんないですけど、はい、うん、少しこう立ってる気がするんですよね。あこのデザインもこういうところがこうあって見えるったりするかもしれないですかね。そうなんですかね、はい、なんでちょっとその辺の全体的なデザインに関してもちょっとクラシック回帰してる、はい、特にここいいっすよね、はい、ここ99にめっちゃかっこいいと思うんですよ、ここですね、このはい、このライン、はいはい、そしてあとバンパーが、まあ、ターボになるんでターボのバンパーになってると、はい、で
いろいろ今回ちょっとあの僕詳しく見たことなかったんで、はい、細かく見たらいろんなところが可変になってるんですね。そっか、あの蓋がついてる感じですね、はあ、はい、このサイドのフィンも可変だし、はいはい、もうこれはおなじみですよね、はいはい、これ室内から出したりしまったりできるって知らなかったです。あ、本当に、はい、走ったら勝手に出るもんだったから 今出してみます。出してみますか。あ、ちょっとやってみましょうか。中のスイッチでこれ出せるんですよね。これ速度が上がると自動的に出るんですよね。そうですね、ウイングと連動する形ですね。あ、ウイングと連動なんですね、はい、これもなかなか実車触ったりとかオーナーでもない限り、うん、ここを見るってあんまりないと思うんですよ。でしかも知らなかったのがこれ3分割でこれ両サイドこれ引っ張られて出てくる感じじゃないんですね。いきます。お願いします。あ、出てきました。これ3箇所これモーターが入ってるってことなんですかね。そう、構造はねちょっとあれかもしれないけどね。いや、僕てっきりここに引っ張られてこっちも出てくるのかなと思ったら、はいはい、そうじゃなくて、はい、こことここ別の別のモーターが入ってて、はい、なおかつこう出てくるタイミングも違うんですね、はい、そうですね。ここが閉まってからこっちに閉まる、はい、出てくるときはこっち出てきてからこっち出てくる、はい、これ結構低くなりますね。低くなります。だからね、うちなんか簡単に車高下げちゃうと出てきた時にね、吸っちゃったりする可能性もありますしね。あとはノーマル車高でこれなんで、はい、ちょっと出しっぱなしで、はい、ちょっと段差のところなんか行った日にはぶつかっちゃいますよね、うん、これでも速度が下がったら戻るのかな。わからないです売ってるけどわからないですね、はい、でも多分速度で出して出てきたら速度が戻ったら戻りますよね。戻ると、はい、スイッチで出しっぱなしにした時にどうなのかなっていうのはちょっとわからないですけど、はい、ちょっとそれ試してみますか、はい。あとこれ素材自体はここゴムなんですね、うん、はい、両サイドとこっちがちょっとプラスチック、あ、はい、ここも一応ゴムなんですね。ゴムでしょ。へー、大丈夫じゃないかな。なるほど。これでもターボ S もちゃんと入るんでね、ターボ S ってね。あ、じゃあこの部品も違うんですね。部品もターボ S とは違う、まあ、同じ素材同じだろうけどね、まあ、ゴムなんで多少ずっても、うん、まあまあ大丈夫っちゃ大丈夫ですけど、うん、確かにちょっと段差が心配ですけど、うん、こうなるのがついてる。あとは下はもう相変わらず真っ平らですね。真っ平らね。空冷は、空冷じゃないや、空力はね、やっぱりポルシェは空力の鬼ですよ。鬼だからね、はい、真っ平らですよもう、はい、こう横のサイドステップとかも真っ平らですからね、うん、なんかサイドステップはこうちょっと出っ張ってたりとかするじゃないですか、うんうん、普通の車は、うん、サイドステップも含めて真っ平らなんですよ。含めてね、真っ平ら、すごい作りです、はい、で、あとはちょ、僕ここだけは物申していいですか。何ですか。いや、このナンバーベースかっこ悪い問題それはもうしょうがないでしょう。いや、これ名古屋店でカスタマイズの紹介した時もちょっと話に出たんですけど、うんうん、ちょっとこのナンバーベースとナンバーの位置かっこ悪すぎないですか。でもね、これ次どこ行くの。だってここにさ、そうなんですよ、センサーがあるし、その関係でここをやっぱり塞いじゃうっていうのはちょっと良くないよね。そうなんですよ、うん、だヨーロッパのナンバーベースにデザインされてるんで、うん、日本ナンバーだとなんせここがかっこ悪い、うんうん、もう取ってつけた感がもうアストンほどじゃないですけど、うん、はい、ちょっとこれどうなのかなっていう、まあ、少しでも目立たなくするんであれば、うん、ここを塗りたいなって思いました。あ、塗ってね、はい、まあ、同色にしてちょっとチープさも消しつつ、はい、はい、まあ、いろいろ言ってますけどかっこいいです、うん、まあ、はい、ここもそれしょうがない、ここはもうしょうがない、はいはい、そして横に回っていきましょうか。あと全体的なものとしては随分大きくなったっすよね。大きくなりましたね、はい、でトレッドもかなり広がってるんですよね、はい、なんでその辺の影響もあるのか、うん、車の形がすごくこうなってないですか。特にターボなんでリアフェンダー出てるんで。でも今までのモデルよりかは何ですか、前と後ろがやっぱり幅が同じですよね。同じっていうか近くなったんですよね。前はもっと後ろがこう出てる、はいはい、デザインになったんだけど、はい、今はこうフロントも出てる。だ こういうシルエットに見えるんですよね。そう大昔のなんかアーケード の、 あのレースゲームみたいな、そのぐらいこう出てる風に見えるという。で車もすごくなんか大きい。でこの間ちょっとカメラマンと車で移動中に、うん、たまたま前かな、うん、空冷のポルシェが走ってたんですよ、うん、ナローの、うん、めちゃくちゃちっちゃいんですね。ちっちゃいでしょ。びっくりしましたよ改めて見て、あれナローってあんなちっちゃいんですかなっつって、うん、でそれから急急に見るとめちゃくちゃでっかくなってるなってる、ね、うん、だこの辺が結構このクラシックな方を好きな人と、うんうん、最近のがこういいよねっていう人で分かれるところなのかな、うんうん、で、まあ、いろんな装備がついてたりとか、はい、やっぱり走行性能的には、うん、まあ、ある程度 その大きさ安全性能的にも
まあ、必要になってくるんで、うん、まあ、その辺はどうしても必要な部分なのかなと。そうね、高級一点になってからはもう全部がね、このワイドボディというかなってますからね。そして足元はターボなんで、一応このターボデザインのホイールで、これターボ S と違うのは、一応五穴化センターロックかってところですね、はい、でここちょっと どう思います小島さん、素直に正直なところ。いや、やっぱりセンターロックの方がと思います。あ、正直に別にどっちでもいいです、はい、僕これはちょっとセンターロックめちゃくちゃかっこいいんですけど、うん、後々例えばタイヤホイール変えるとか言った場合は、うんうんうん、やっぱり5穴の方が自由度が高いのかな、うん、高いですね。それはありますけどね。結構こうセンターロックだとどうしてもこう構造上ここがすごく分厚いんですよね、うんうん、フロントが結構こう車外のホイールって入った時真っ平らになっちゃったりとかっていうのもある。センターロックにしたい方っていじらないじゃないですか。いや、もうロマンじゃないですか、うん、そこまでいくと、ね、うん、なんでまあこの辺はちょっと大きく、うん、ターボ S とターボで分かれるところだと思うんですけど、うん、今回の車はターボなんで一応豪華です、はい、でものすごくプラス思考でいくと、まあ、車外ホイールを入れる楽しみはあるということです、はいはい、そしてサイズの方が20インチですよね、はいはい、で991と違うのはリアが21になってるってことで、はい、そうですね、はい、この辺なんかちょっと走りに、はい、初ですかポルシェみたいですね、僕が読んだ読み物では、うん、はい、前後、あの前後のアルミが違うっていうのね、サイズ違い、サイズ違いなってくると。でタイヤの方が、グッドイヤー、これもう500キロなんで、はい、もうバリ山どころじゃないですね、バリバリ山っすね、うん、新品ですよ、はい、ちょうどラインが消えたぐらいの、はいはい、そんなぐらいのコンディション で一応サイズの方が、まあ、女性なんで人工53520になっております、はい。でブレーキの方も、一応ターボ S とターボで、ターボ S だとカーボンセラミックが標準ですね、はい、でターボだとこのブレーキになる。ただこれもでかいっすよね。そうですね、いや別にこれ十分ですよ。いや十分以上だと思うんですよ、十分ですよ、はい、はい、めちゃくちゃでかい。その価格差からしたらもしかしたらターボ S の方がお買い得かって思う方もいらっしゃるかもしれないですよ、ブレーキ問題で、うん、なるほど、こんな感じだ。でも全然十分です。だとカーボンセラミックとキャリパーもなんか違うということで。違いますね、はい、はい、でこれがなんかブレンボ製になるんですか、はい、はい、これになっていくと。あと足回りはもう例の足回りです、例のね、電子制御付きの直巻きのバネ、はい、なかなか市販車でこう相当レーシーなやつじゃないと直巻きのバネのやつもないですけど、うん、はい、でフロントがストラットでリアがマルチリンク、うん、こんな感じになっております。であと横行きましょうか、はい、小島さんここ知ってました、ターボと普通の彼らとかと違うの。何ですか。いやここ僕今日コンフィグでもう何回もこう行ったり戻ったり行ったり戻ったりして見比べたら、うんうんうん、ターボここ同色なんですね。どこ、ここっす、ここがここっす、うん、はい、この下のラインが、そうそう、こっから下が、うん、彼らとかだと、うん、あの黒なんですよ。あ、そうなんだ、それ気づかなかったな。まあ、もしかしたら彼らとかでもその設定すればここと同様に塗れるかもしれないですけど、うんうんうん、標準でターボだとここが同色なんですよ。お、勉強になります。いやもう 何回も行ったり戻ったり行ったり戻ったりどこが違うのかなって、うん、でまあオプションでここ同色にするメニューなんかもありますね、はい、つければ。あとこのドアミラー取り付け位置、うん、もうなんかこれも今日読んだ読み物で、うん、改めてあなるほどと思ったんですけど、うん、996997はここから入ってたんですよ、うんうん、そうですね、言われてみればそうだそうだそうだ、うん、で991からドアに移ってるんですよ、うんうん、でそれがなんかこう視界、うん、まあ、ミラーが外になって見やすくなると、うん、ここのちょっと死角が少なくなるっていうことでちょっと映ってるじゃないかっていう。あとはそのコスト的な問題もあるとかっていうのをちょっと見たんですけど、うん、そんな違いもあったり。どっちなんでしょうね、どっちが見やすいのかな、分からないです。ただデザイン的に僕ちょっとこのドアにドアミラーがついた、うん、つき始めた年代、うん、ちょっとどうなのかなと思ったんですよ、うん、はい、デザイン的に、うんうん、最近ドアからドアミラー入ってる車って多いじゃないですか、うん、多いね、うん、メルセデス の GT とかもそうだし、うんうん、結構増えてきたらなんか全然意外にかっこいいなみたいな、うんうん、まあ、流れ、時代の流れのかもしれないですね、うん、あと見やすいですよね、やっぱりこっちについてると、うんうん、こんな感じになっております。あとはサイドがスポーツデザインのサイド、はい、同色になってるんですかね、はい、はい、こんな感じになってます。そして、まあ、ダクトなんかもターボですからついて、はい、ここを、まあ、グロスとかにも、はい、うん、したいです、はいはい、でこれがエンジンのところに全部、はい、ラジエーターすかね、当たるようになってますよね。ここのかなり、ここも何でしょうか、こだわりをあるみたいですね。あ、奥がすごい深いらしいらしいって、ここで
ね、言ったんだったらちゃんと調べるって話なんですけどただ風の入りがちょっとこうタービン なんだかな、今までとなんか全然入り方が、あ、そうなんですか、タービンとあれが違うみたいな、空力がかなりこう、はい、工夫されてるんですか、はい、だとカブリオレなんで今回この当然の屋根開けですけども、はい、このシルエットも良くないですか。そうですね、だ多分これ新車で2700万ぐらいじゃないですか、こっからこっちがもう2000万ぐらいの確かにそう言われるとそうかもしれないですね。そう、そんな感じですよ、はい、確かに、はい、この膨らんだフェンダーとエンジンと、はい、この屋根の部分と、はい、あ、確かにそうかもしれないですね。 それぐらいやっぱりお金かかってる、はい、まあ、さっきの空力もそうですけど、タービンも新しくなったのもそうなんですけど、はい、そういったところみたいですね。あとこのシルエットがめっちゃかっこいいですね、はい、屋根開くとなんかもっとなんかよりクラシック感出ません、うんうん、出てますね。低くも見えるし、もうワイドにも見えるし、はい、カブリオレめっちゃかっこいいですね。かっこいいです。でまたね、ちょっとね、最初に触れればよかったんですけど、クレヨンと中のこの赤ボルド最高ですね。これなかなかない組み合わせな気がしますけど、うん、そうですね、はい、でこのクレヨンもソリッドなんですよね、はい、ソリッドです、はい、パールとかメタリックも入ってない、はいはい、こんな感じになっております、はい、そしてリアも21、はい、入っております、はい、後ろ行きましょうか。後ろ行きますか、はい、ちょうどライトがついてますけど、はい、後ろもターボめっちゃかっこいいですね、はい、かっこいいですね。これも僕あの行ったり戻ったり行ったり戻ったりしてターボバンパーどんだけ違うのかなって調べたんですけど、はい、その一番このターボと普通の彼らで違く見せているのが、うん、このナンバーの位置がだいぶ違うんですね、うん、あ、言われてみれば彼らとかってこの下なんですよね、うんうん、ナンバーでターボって上に持ち上がるんで、うんうんうん、ここが急にシュッとするんですよ、はいはい、横のラインが増えて、はいはい、でウィングもついてるじゃないですか、はい、で横線がやたらとこう増えて、うん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 、すごくシュッと見えるんですよ、そう言われてみればね。で彼らだとここがこうつるんってしてるんで、うん、逆にこのお尻のでかさがこう強調されてて、うん、それはそれでめっちゃかっこいいんですよね、うんうん、でここなんででしょうね、なんだろう、やっぱりこのディフューザーのこっちのあれなのかな、どうなんですかね、うん、まあ、ちょっとその辺もあったりとか、あとエンブレムがあれなんですよね、うん、クラシック回帰してるんですよ、ね、はい、この数字がなってたり。だとウィングついてる関係でハイマウントがこっちからこっちになってるんですね、はい、でここをちょっとなくしたの僕的には残念だったなっていう。何を？いや、ここあの彼らとかだと2本こう縦にハイマウントが入ってるじゃないですか、うんうん、あれが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,1 だったんですよ、うん、こっちから数えても9,9,1,1 ね、あとは9、992か、はい、っていう説があったんですけど、うんうんうん、それがなくなっちゃったという、うん、まあ、熱量も大きくなってるし、うん、まあ、ここついてても見えないですからね、うん、こんな感じ。あとはこの可変のウィングと、あとマフラーの方が今回の車はスポーツエキゾーストということで、はい、一応オプションですね、はい、スポエキオプションなんですね。オプションです。60何万円の、はい、これなんかターボまで行ったらつけとけよって話ですね。つけといてほしい感じですけど、はい、オプションなんですね。そこは GTS じゃないとつかないですね。なるほど。でこれあの見た目もだいぶ違うんですね。違います、はい、ターボだとあの四角の4本出しですよね、はいはい、それがスポエキになるとこの丸の2本出しになる、はい、これでもどうせだったら四角でなんかスポエキの機能がついてたらもっと良かったなって僕思っちゃったんです、うん、そのオーバルじゃなくて、でカメラマンに言ったら、そうっすかって言われたんですけど、うん、いや僕もそうです。本当っすか。なんかこうこの四角の4本出しが992のこのなんかターボのアイデンティティじゃないけど、うん、ターボたるとこじゃないですか、まあ、ウィングとかバンバンとかもそうですけど、これちょっとあの彼らとかもスポイキつけるとこのテールになるじゃないですか、うんうんうん、ここちょっと変えてほしかったで、まあ、そういうもの申すとすごい怒られるんですよ。いやいや全然いい、もそこがもう個人の意見なんで、はい、それはあくまで僕の個人の意見なんで、はいはい、こんな感じのテールになっております。テールかっこいいじゃないですか。今流行りですよね。これめっちゃかっこいいですよね。夜とか走っててめちゃめちゃかっこよくないですか。こう高速とか走ってて、うん、めちゃめちゃ目引きますよね。そうそうそう、宇宙船みたいな感じの、そうそうそう、うわ何あれって。で今結構この流れて海原とかだって、海原とかって車高は高いからちょっと 、はい、上にあるですか、はい、この高さですよね。この高さでこの、はい、かります、これ走ってるのってもう本当最高なんですよね、はい、めちゃくちゃかっこいいですよね、うん、かっこいい。こんな感じのテールになっております、はい、ちょっとじゃあせっかくなんでここの動きも、はいはいはい、見てみたいと思います。めっちゃ速くないですか。速い。あ、でここにアクセスできるというか、はいはい、なんですね。ね、エンジンルームはね見れたらいいんですけど見れないですね。え、じゃあオイルとか水とかの時も、はい、こうやって開けるとどうですか。そうじゃないかな。はあ。
あのメカニック視点でいくと、うん、めちゃめちゃ整備性悪いですよね、やっぱり整備性悪いですね、うん、まあ、元々911もそうですよね。そうそう、僕たちが、うん、あの営業サイドからすると簡単にできるだと思ってメカの人に頼むと、まあ、ふざけんな、分かってるのかって顔を勘弁してくださいよ。そう、でその内容を聞くと、あ、すいませんって、やっぱり本当大変ですね。エアフィルターの交換すらバンパー外さないと思うんですよね。そうそうそう、はい、で被るようになるとなおさらやることが増えるという増えるとさ、はい、でここのほぼ見えないところにもちゃんとターボのロゴが入ってますね、はい、入ってますね、はい、で結構これ空力もすごいですね。そうです、はい、ここからちゃんとエアが入るようになってて、ね、はい、ここら辺ね、インタークーラーですかね、当たるようになってるっていう、こんな感じになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、で内装の前にリモコンでこの屋根の開け閉めもできるんですね。できますね、はい、長押ししてもらうと、もうトランスフォームって感じじゃないですか。そうね、しかもめっちゃ速いですね。速いです。これは50キロまでいけるんですか。50キロまで走ってるときはできるみたいですね。結構車によってあの信号待ちの時に、はい、あの動作が完了するかどうかちょっとドキドキしちゃう車もありますけど、うんうん、これ余裕っすね、うん、全然余裕ですよ、はい、さって閉めて、うん、でしかもこれで閉めることもできるってことなんか押して、はいはい、で今回ちょっと紹介なんでこのままいきたいと思います、はい、でアンロックするとこれが出てくるんですね、はいはい、ここも結構大きく変わったところですよね。そこね、はいはい、この取っ手が全然違うものに、で内装今回めっちゃかっこよくないですかこれ、うん、ボルドーとあとクレヨンのステッチなんですね。ですね、はい、でドアから見ていくとこれ全部レザーなんですよ。こっから下があれですかね、合皮というかビニールですかね。ここまで全部レザー、こっちもレザーで、このクレヨンのステッチ、クレヨンのステッチだからよく見るとグレーというかなんですね。でこの下は同色のボルドーのステッチ、こっちにもステッチ入ってるんですね。これ確かにそのカレラだと入ってないですよね。こんな感じになっております。そしてここにシルバーのアクセントが入ってて、スイッチ類も99になんかすごくこう新しい感じのスイッチの操作感になっております。そしてメモリーとドアロックアンロック、そしてサウンドシステムの方が BOSE のものが入っております。だと内装ダッシュボード見ていくとダッシュも全部レザーですね。ここまで来るとやっぱりちょっとこういう色気も、うん、素の彼らの本当に何にもないこうちょっと驚かしい感じもいいですけど、うん、屋根が開いてなおかつターボだとちょっとこういう色気必要じゃないですか。いやそのね、僕の個人的な考えかもしれないですけど、オープンはやっぱり中の色があった方が分かります。絶対いいです、はいはい、激しく同意です、はい、で当然スポクロも標準ですよね。標準です、はいはい、ついててでステアリングもこれグリップのところもエアバッグのところも両方ボルトなんですね、うん、この辺もいいですね。でパドルもしっかりついてこの辺ちょっと乗ってからちょっと確認しましょう。そしてシートが、はい、なんと18ウェイの、はい、もう18ウェイまで行くと何をどう調整していいのか僕では分からなくなってしまったんです、うん、いやもう本当にあの、ね、自分好みのシートにそうですねやっていただきます、まあ、ベストな位置に調整できる、はい、でまあ基本的にはメモリーがついてるんで、はい、まあ、一度決定すれば、はい、まあ、その辺はワンタッチでできるって問題ないんじゃないかなと思います。続いてちょっと乗ってみたいと思います。そして乗り込むとこの乗った感じ大きく変えないのはいいですよね。メーターとかね、5年のメーターとかもそうですね、はい、もうデザインもそうだし、はい、乗り込んだ感じも、うん、そして全体的にインテリアのデザインもちょっとこれクラシック回帰してるんですよね。平行なこのダッシュボードのところ、はい、まあ、ついてるものはこのデジタルの、うん、はい、液晶の表示だったりナビも、はい、もう最近のものですけど、全体的なこのシルエットがなんか空冷時代のこの、あ、そう言われてみるとね、今のもうね、車ってほんと複雑ですからね。ですよね、うん、もう S クラスなんかこんなのになっちゃってそこから行くとかなりこうクラシックに回帰したこの水平基調のデザインが特徴みたいです、うん、でメーターは、まあ、5連のまんまですけど、もう唯一アナログで残ってるのは真ん中だけ、うん、でこのターボのロゴも入ってる。そしてレブは7000からこんな感じになってます。で、まあ、マックスも300キロ以上、はい、0-100が 2.9 秒でしたっけ、うん、はい、まあ、とんでもないスペックでございます。とんでもないですね。そしてステアリングは当然こうパドルもついてて、はい、この辺の操作類もあとこの20秒だけ全開が出せる、はいはい、ボタンもしっかりついてると。これ真ん中でしたっけ、そう、ね、ポチッと押すと使えると。であとは僕ちょっと今日読んだ読み物で改めてなるほどなと思ったのは、うん、ポルシェぐらいじゃないですか、いまだにこの回す動作をさせる。そうですね、言われてみればそうだ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 ですよね、うん、みんなボタンじゃないですか、うん、
体感はボタンになっちゃったんですけど、うんうんうん、911に関しては、うん、未だにこの回す儀式がね、そうなんですよ、儀式がいる、この辺確かにそう言われると、うん、これめちゃくちゃなんかこう、うん、いいなと思って、そこはねもうずっとそこでいてもらいたいですね、うん、キュキュキュブーン絶対必要ですよね、うんうん、あともう一ついいなと思ったのは絶対場所変えないんですよ、鍵の場所、はい、ハンドルの外側じゃないですか、うんうん、真ん中ないねじゃないですか、ないね、絶対ハンドルの外なんですよ、うんうん、911って、うんうん、でこれ昔からじゃないですか、うん、左ハンドルでもこっち側、うん、でさっきカメラマン僕が言ったのかどうか分からないですけど、うん、あれ土屋さんなんか、ま、前にそんな話してましたよって言われたんですけど、うんうん、なんかこう外からメカニックが回せるように、うん、その外側についてる説もらしいです、ただこのっていう話ですよ、僕をそれ言ったのか言ってないか思ってないですけど、まあ、その辺もあって、で、まあ、どこの車とはないですけど、うん、結構こうどこでかけるんだか分かんない車って最近増えてません、特にボタンのやつ、もうこっちについてたりこっちについてたりこっちについてたりして、うん、でひどいのだともうハンドルの陰で、うん、ここっていうのあるじゃないですかありますよね、もう統一してほしいっていう、うんうん、はい、だそれこれ変わんないのって、うん、改めて読み物を読んでこう気づかされましたけど、うん、これめちゃくちゃいいポイントだなと思って、うん、この回す動作と、回す動作ね、はい、やっぱりそこは変わらないっていうのはもうオーナーさん今まで乗り継いでいただいても変わらないっていう ね、ところのやっぱりメーカーの意思が感じられますよね、これ当たり前になっちゃうところは何とも思わないですけど、うんうん、改めて今日ちょっと読み物を読んで気づかされました、うんうん、そしてナビ関係に関してはこれ他の、まあ、パナメラとか、うん、同じですね、はいはい、基本的には同じユーザーインターフェースなのかな、まあ、表示関係がちょっと違ったりとか、あとは、まあ、これ他の車の時も言ってるんですけど1個中に入らないと操作できないのはちょっとめんどくさいかな、例えばアイドリングストップとかもここじゃないですか、はいはい、だからこの辺にポチッとつけておいてくればすぐできるのにって、はい、だちょっとそれが1個中に入らないといろいろできないと、はい、ただ逆に中に入っちゃえばいろいろ設定でできると、うん、アンビエントなんかもついてるんですよね、うん、はい、ついてますね、そんな感じで、メディア関係に関してはテレビとかはないんですよね、ないです、はい、ただ今携帯で皆さん操作するメディア関係あると思います、でその辺つないでいただけるといいんじゃないかと、はい、メディア操作します、はい、そうなんですよね、 Bluetooth とこのぐらいなんですよね、はい、テレビとかなんかハードディスクとか当然ないんですよね、うん、こんな感じ、まあ、あとはそれ1個ね一通りショート格闘区も入れておいたりとか、はい、この辺ではできるので、まあ、この走りに対してこう対応する部分に関してはちゃんとメカニカルのスイッチで残ってると、はい、あと指紋問題かなと、うん、はい、これはフィルム貼りましょう、はいはい、ですね、この感じになっております、はい、そしてあとはエアコンの吹き出しも随分コンパクトですけど、うん、ここについてて、うん、これ位置が低いからですかね、うん、こっちにもついてるんですよね、でここもちゃんとルーバーのこの調節が、うん、はい、できるようになってたりとか、うん、しております、そしてあとこの辺なんかも割とこうおなじみの光景になりましたけど、オンにすると、はい、この辺表示されて、で今回の車は、ベンチレーションもついてるということで、はい、シートヒーターもついてると、はい、であと屋根の開け閉めと、はい、ウィンドウディフレクターディフレクターが自動になってます、はい、ついております、そしてここが交換可能なんですよね、はいはい、ドリンクホルダーもこれこんな感じましょう、はい、ありました、はい、はい、これでこれを変えれば、はい、ドリンクホルダーにもなると、変わると、はい、それそっち側にしかないんですよね、標準だとドリンクホルダーがここですね、そうですよね、はい、なんでここあると結構便利なのかなと、はいはい、運転席助手席と、はい、そしてアームレストの中は、まあ、そんなに広くないですけど、うん、USB が2系統と SD カードと SIM カードも一応刺さるようになっております、取ります、いや内装の豪華さいいっすね、そうシンプルだけどちゃんとポイント押さえてますから、はい、まあ、レザーだしポシェってそういうところねちゃんとやってますよね、はい、このダッシュのこの下もレザーだし、うん、でこのニーパッドもちゃんとステッチが入っててレザーだし、はい、そしてシートの方はもう相変わらずなんかポルシェってこうすごくなんか、まあ、フルバケは別ですよ、うん、なんかすごくなんかこうなっちゃうのとかあんなっちゃうのとかないじゃないですか、うんうん、どのモデル乗っても僕なんか割とこう形合うんですよ、うん、フィット感がね、はい、そして調整も18倍ということでもうめちゃくちゃ細かく設定できる、うん、はい、こんな感じになっております、そしてペダルはフットレストはまあ相変わらずちょっとちっちゃいのかなと半分ぐらいで全体的にちょっとこう中央左に寄ってる感じですけど、はい、こんな感じのレイアウト
割とこう運転しやすそうな感じです。でやっぱりちょっとタイヤここが出っ張ってる分ここのスペースは少しないですけど、まあ自然なポジションで運転しやすそうです。ハンドル調整は手動ですね。はい、はい、ここですよね。はい、チルトとテレスコこんな感じになっております、うん、そしてあと上はこのピラーは、あ、ピラーもこれレザー貼ってあるんですね。レザーですよね。どっちだろう、微妙な素材だね。レザーじゃないんじゃないかな、これ合皮かな、うん、カメラマン、はい、カメラマン鑑定だと合皮じゃないです、ね、はい、うん、なってます。でバイザー、またこいつバイザーですっかかってないっていういやでもここは同色じゃないですか。ここ声を大にして言いたい。ここ、いや、こうこうこうときたらここは同色じゃないですか。ここね、いやせめてこれ黒にするんだったらハンドルも黒のまんまとか、うんうんうんって思ってしまいました私。これ交換しましょう。じゃあ交換できるのかな。いや、なかったらテックアウト、テックアウトで、ね、うん、はい、テックアウトでやりましょう、はい、そして一応カードホルダーと、はい、ミラーがこんな感じについております、うん、そしてあとは、まあまあ、プランプと、あと今回の車は、あ、これ360度のドラレコじゃないですか。ドラレコね、はい、ついてます。ついてて、レーダー探知機もさっきピコピコ音がしてましたけど、それもついております。そしてちょっとじゃあ屋根閉めてみましょうか。屋根閉める前にあのディフレクターちょっと出してみます。あ、なるほど、はい、一回いいですか。ポチッと押すと、はい、あ、こういう感じなんですね。こういう感じなんです。あのですね、初めて見ました、うん、まず街の中でターボカブを見ないです。そうね、はい、屋根を開けてるターボカブはもっと見ないです、うんうん、なんで初めて見たんですけど、こんな感じなんですね。そう、ディフレクターを電動で出すのってあんまりないよね。確かに、しかも結構でかい、うん、でかいですよ。これちょっとあの風の巻き込み全然違いそうですね。いや、これ絶対違うと思うんですよ、音、ね、こんなのがついてる、はい、で、これ出したまま屋根も開けられるんですか。あ、閉められるんですか。閉められるでしょ、はい、屋根閉めボタンをやったことないけど、いいですか、ポチッと押すと、こっちか、あ、戻って、勝手に戻って、閉まるわけですね。早い。で、この最後のロックも全部フル電動のタイプですね、はい、で、ウィンドウも当然全部上がると。で、これさっきこの状態で中展示してあったじゃないですか、うんうん、で、下見で見たんですけど、これびっくりじゃないですか、屋根、屋根、そう、ここね、クーペじゃないですか、もう。そう、クーペなんですよ。もうなんか、なんか触ってみるとね、はい、当たりがないと思うけど、柔らかい感じじゃないですね。きっちり屋根なんです。カッチカチですね、はい、これ絶対静かっすよね。唯一ここだけだから、そのファブリックで、うん、それ中身がない感じですけど、うん、そうそう、はい、こっちも普通にクーペの屋根じゃないですか。めちゃめちゃ静かそう。開けた時と、はい、逆にこの屋根が閉まってる方が剛性が硬すぎるかもしれないですね。あ、開ける剛性でできてるから、ちょっとそこら辺乗ってどうなんすかね、確認してもらえればと思うんですけど、でも確かに剛性にも多少影響しそうなぐらいめちゃくちゃしっかりしてる、うん、はい、でもね、本来は開いてる時の剛性で作ってるから、そう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 、逆に屋根がついてる時の方が硬く感じるかもしれないです、はい、こんな感じになっております。後ろどうしましょう、屋根開けて乗ってみます。いや、後ろは乗るのやめましょう、距離が少ない車なんで。そうですね、はい、でも一応見てもらって、ね、感覚だけはちょっと見ていただいて、ちょっとじゃあ確認のために開けるのだけ開けましょう。これ後ろは乗るものじゃないです、はい、いや 2x2 じゃなくて2プラスなんですよね、これ。そうですね、はい、だツッチが普通に乗ってても、はい、ちょっと待ってください、スペースがこんぐらい、はい、僕ちょっと今見栄を張りました、はい、はい、ちょっと私今自分の適切なドライビングポジションこんな感じです、うん、どっちしてもそのヘッドレストもないわけじゃないですか。はい、降りていいですか。どうぞどうぞ。僕のベストなシートポジションでこんな感じで、うん、ほぼだから荷物置き、荷物置きですね、が緊急用、うん、子供でもちょっときついですよね。そうですね、こんな感じの。ただ全部レザーですもんね。だって乗った時に頭ここですね、肩がここなんで、肩より低いわけじゃないですか。優勝パレードになっちゃいますね。そうそうそう、はい、優勝パレード、そうです、はい、で、一応ここはそれ謎だったんですけど、いや、これは荷物置きですよ。荷物置き、確かに直に置いたらレザー傷になっちゃったりとか、うんうん、はい、それが一応倒せて、はい、こんな感じで荷物が置けるスペース。だってここと旅行バッグ乗っけて、こっちになんか小物入れたりとか。あ、なるほどなるほど、硬くないものとか、うん、はい、置いておけると。
本当ね、女性が、まあ、開くわけないですかね、この先は。確かに、はい、5号で一応倒れるようになってる、はい、でちょっと飛ばしちゃいましたけど、シートベルトも今回の車はボルドーっていうことになってますね、はい、マジで。でリアも狭いのにだって全部レザーに囲まれてますから ね、 そうね、ここもここも、はい、そっちも、はいはい、全部レザーというちょっと豪華な作りになっております。じゃあ続いてボンネット側のトランクも見てみたいと思います。ボンネット開ける前に、はい、一応今回プロテクションフィルムが全部施工フロントはされてますので、あの綺麗に貼られすぎてて分かりませんでした、はいはい、そしてこんな距離薄なのに、はいはい、しっかり貼ってあるんです、貼ってありますね、はい、そこも前側が全部貼ってある感じ、ね、貼ってますね。で前、はい、結構皆さんいくらぐらいって聞かれるんですけど、やっぱり30近くは、あ30万近くは、じゃあだいぶお得っすね。全部お得なんです、はい、なるほど。即納で貼ってあってっていう、貼ってあってという形です。そして開けると、ね、開けるとですね、トランクの方が128リッター、はいはい、そんなにまあ容量あるわけじゃないですけど、はい、まあ、一応その機内持ち込みサイズぐらいはいけるのかな、はいはい、だとちょっとこう異形なんですね、うん、こっちが出っ張ってたりとか、はい、ちょっとここがこう、ここはね、まあ、4駆の影響もあるんですかね、はい、この辺がちょっと出っ張ってたりとか、あとネットがあって、まあちょっとしたもの、はいはい、置いといたりできるようになっております。続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。小島さんのこの車の最大のメリットとしては即納、即納です。かっこいい、はいはい、装備充実、装備はまあそこそこ充実ですね、はい、これポルシェ頼むと結構かかりますよね。かかりますからね。特にだからそのオプションに関しては抑えたところは抑えてます。なんかあのいっぱいついてますっていうのはそんなには言えないですね。なるほど、はい、ターボカブでいろいろ選んでってなったら結構待ちますよね、はい、待ちます、はい、まあ、それが即納で乗れちゃうと、はい、乗れちゃうと。そして毎回ポルシェだとエンジンルームの紹介がないんで、はい、まあ、ちょっと改めて紹介させていただくと、はい、3.8 リッター、はい、細かく言うと 3745cc、はい、580馬力、752ニュートン、はい、でこれがターボ比でいくとマイナス70馬力、はい、逆に言った方がいいですね。ターボはさらにプラス70馬力、50ニュートン。でこれエンジン自体は一緒なんで、まあ、DME のセッティングがちょっと違うんじゃないかって、うん、とこみたいです。あとは可変ジオメトリーターボ、うん、なんかコンプレッサーのタービンの外に可変で動く羽がついてて、うんうん、それを使ってめちゃめちゃ効率よくタービンが回るようになってるらしいですよ。それさっきの言った あの空冷のこう入るところ、ああなるほど、流れにつながってますね、はいはい、そんな感じみたいです、うん、あとターボエストの違いはセンターロックのホイールと、あと PCCB、うん、あと今回の車のオプション改めて入れておくと、クレヨンのボディカラー、はい、あとボルドーレッドとクレヨンの設置、はい、あとパワーステプラスもついてます、はい、でベンチレーション、はい、レーンチェンジアシスト、レーンチェンジアシストもついてるんですね、はい、であと LED のマトリックセットライト、はい、あとボルドーのシートベルト、はい、あと18ウェイのシート、はい、あとストレージのパッケージ、はい、あとアンビエントとスポーツエキゾースト、はい、あとスポーツデザインのサイドスカート、はい、以上になっております。はい、じゃあ参りましょう、ね、興味8割の市場に、はい、仕事なんで、いやいや一応仕事なんで、僕も言っていいですか、はい、私も乗ってたことないですよ。あ、本当ですか、うん、だってこの距離がねちょっと距離少ないんで、ちょっと500キロっていう案内にさせていただいておりますけど、なんと157キロ、新古車じゃないですか。これをちょっとね乗るっていうのにはやっぱりちょっと勇気がいったんですけど、でも今回はちょっとねいいでしょうということで乗っちゃいましょう、乗っちゃおうということで、ちょっとあの音がまず、これノーマルですかっていうぐらい音いいんですけど、
良くなってますね。だから、ね、昔のポルシェってなんかちょっとバチバチっていうか、なんか独特すぎる音があったじゃないですか。カーボンめっちゃいい音してますね、うん、あとポルシェってなんかすごいこうメカニカルな音しません、ガチャ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 っていう、あんまり他の V6 とかでもない音っすよね、この水平対向のポルシェの音って。そして一部じゃ不評なこのシフト、こう持つのかこう持つのか、はい、行きましょう。だからもうさ、そのなんていうのかな、はい、スポーツカーってさ、スポーツカーなんか要はここセンターの場所って車で言えばメインじゃないですか、はい、そこのシフトをこれに変えるっていうポルシェの、はい、なんていうんですかね、この勇気というか、はい、本当にスポーティーで、はい、走ってる時にここ触らないでしょみたいな。確かにもうパドルスからね、うん、っていうかいきなりオープンですね、はい、ちょっと今回はあの距離も距離なんで、うん、本当だったら多分下道とかワインディングがこの車の進化を発揮するところだと思うんですよ、うん、ね、さっきも言ったけどね、ちょっとやめましょう、高速、はい、距離も距離なんで高速道路はやめましょうっていうことで、そうですね、はい、本当はね高速行きたいんですけど、 それはちょっとさすがに勇気がなかったんで、高速道路かワインディングが多分進化を発揮するところだと思うんですけど、あくまでもね参考程度なものに、はい、まあどの道素人レビューなんで、はい、ていう かめっちゃ低く感じるんですけど車が、あ、そう、はい、なんでだろう、そんな感じします、めっちゃ低く感じます、シートが低いからかな、うん、いやそんなに感じはしないです、ね、シートの調整幅めっちゃ広いですよね、うん、いいです、欲しいです。これ欲しくないって人いないでしょ。いやいやいないっすよ、うん、いやこれなかなか乗る機会ないっすよ。ないね、ないっすよ。右ハンドルってのまたなんか良くない、いいです、うん、使い勝手最高です。最近左、ね、昔は左じゃなきゃっていうのもあったかもしれないですけど、あ、その左ハンドルとの違いの足のパネルのスペースとかね、はいはいはい、ちょっとあるかもしれないですけど、こっち向いてるかこっち向いてるか、はい、そこを除けば使い勝手はいいと思います。僕もシャーシーはノーマルでいきますか。とりあえずノーマルでいきましょう、はい、全部ノーマルで、はい、エンジンオンもノーマルです、はい、ただ今開けているだけで、リフレクター、今日風結構強い日です。そうですね、なんですけど巻き込みはあんまり感じないです、うん、まあ、それこそ今30キロとかですけど、はい、めっちゃ乗りやすいんですけど、まあ、もちろん乗用車よりかは足硬いなって感じしますけど、普通に乗り心地いいし、はい、穏やかに運転したらめっちゃ穏やかっす。助手席の乗ってる感じは、はい、スポーツカーに乗ってる感じはありますね。あ、うん、適度な硬さです。でも全然嫌な硬さは全くないです。あと屋根が開いてる感じがしないです、ボディがめっちゃ硬い、うん、ああそう言われてみたらね、オープンカーっていうその感じはね、やわい感じ全くしないですね、うん、もうガッチガチのなんか乗り物乗ってる感じしますよ、うん、まあ、このスピード感で言われてたらちょっとやばいけどね、3000万円の車がね。で外装が、まあ、大きくなってたりとかして、うんうん、まあ、991よりだいぶ重くなってるみたいなんですけど、うんうん、外装がほぼアルミになってるんで、うんうん、まあ、その辺で重量増はかなり抑えられてるらしいですね、はいはい、あとはそのパネルがアルミになってるんで、うん、ちょっとその振動の吸収する感じが違うらしいですよ、それ細かい振動で乗り味がだいぶ違うとかっていう、うんうん、穏やか、穏やかだね。ブレーキもめっちゃ効きますね、奥がしっかり効く。でステアリングフィールもいい車、めっちゃいい車です。ちょっとスポーツにしようよ。スポーツにします。あ、いや、いいです、やります。スポーツ、スポーツで、はい、走行モードスポーツ、はい、スポーツマフラー変わります。いい音、音変わりましたね、全然。超いい音しますね。表現。おお、やばい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 。やばい。これ四駆やばいっすね。これ四駆じゃなきゃダメ、このパワー。無理っすね。絶対ダメだね、これね。うん、これちょっと試したの高速でしたね。高速はダメ、乗れないでしょ。これトラクションのかかり方とパワーの出方がやばい。うん、おお、お。いやマジジェットコースターですよこれ。でもなんていうのかな、安心だね。ああーって感じじゃないですよね、うん、
ものすごく直線的にこう進行方向に車が進んできます、うん、とんでもない加速 G で、これあれっすね、本当に車の限界のはるか前に人間の限界が来ますね、うん、めちゃくちゃ速いこれ。でもなんかそのポルシェってなんかフロントがちょっとさ、あの軽いというか、あ、わかりますよ、スピード出すとこう接地感が抜けるんですよね、うんうん、そんな感じ一瞬だけでしなかったよね、ピタッと来たの。だこの先をちょっと感じてみたいですね、うん、でもさ、そのさっき の, そのスポイラーが出た時にやっぱりガチッてこう下に押さえつけられるわけじゃない、いやそれ結構なスピード出さないとじゃないですか、ダメかな、あそうか、だか本当にそれが効いてくる、もう100キロ以上ちょっと試してみたいですよね、うん、あこれもう、もうちょっとしか動かしてないのに、うん、このものすごく高いポテンシャルが、片鱗がすぐ分かります、あこれやばいやつだっつって、本当にでもこれノーマルマフラーって感じだねこれね、めっちゃいい音してますね、音もいいし、いやいや、なんかなんつったのかな、いやこれ乗ったらさ、はい、電気自動車とか寂しいよねやっぱりね、いやその前に、うん、今年の10月から、うん、あの騒音規制がなんかフェーズ3でしたっけ、うんうん、入るらしいっすよ、うん、あそうなんだ、より厳しくなるっていう、うん、だ輸入車のこうスポーツモデルって、うん、これ車検 OK なのっていうの結構あるじゃないです か,、うん、だかそれがいよいよ厳しくなる、うん、じゃねえかっていう、車外マフラーも軒並み E マークがつかなくなってますからね、うん、ちょっと屋根閉めます、いやちょっと全開にしたい、ていうかさ、あ、はい、最初前もオープン乗った時そうだったけどさ、はい、最初のオープンで乗っちゃダメなんだよダメですか、屋根閉まってて、いや今回走行距離が限られてるんで、最初から全力で、はい、楽しみたかったです、めっちゃ静か、でもスポーツプラスとかできないね、やめましょう、うん、もうクーペ、いや普通にクーペっすね、うん、外の音全然聞こえないし、でもエンジン音はそうっすね、いや閉めた方が聞こえるね、やっぱり他の音が聞こえないから、いやそれ718だっけな、なんかの時、うん、あの読み物読んだんですけど、うんうん、ポルシェってその室内に感じる、うん、ドライバーが感じる音もすごく考えて作ってるらしいですよ、うんうん、やっぱりドライバーのそのテンションっていうか、うん、その気持ちに訴えかけるところって運転に対してすごく重要なんで、それがちゃんと聞こえるように作ってるらしいですよ、あと聞こえちゃうのと聞かせるのは別らしいです、でポルシェの場合はちゃんとその不要な音はちゃんと聞こえないようにして、そのダイレクトに音が聞こえるようにしてるね、してるしてる、すごい感じる、いやでも気持ちいい、僕ね音楽聴くのが大好きなんですけど、いらないっすね。これ本当にエンジンサウンドでいいです、はい、これ。本当に運転楽しめますね。いやこれはすごいぞ。これこの距離とこのスピード感でこんだけ楽しいんだったら、はい、高速とかでどんだけ楽しいんだったんじゃないもんね。確かに。いやもうなんか空冷とか古いポルシェ乗ってる方だと、うん、味で言ったらものすごく薄まってるのかもしれないですけど。うんうんうん、僕みたいな素人が乗っても、うん、なんか本当に簡単に車が動かせるし、うん、多分どんだけ乱暴に扱ってもなんかこう破綻しないんだろうなっていう感じがしますね、うんうん、サーキットとか本当試してみたいですよね、全然そんなテクないけど、うん、そう思わせます車が、うん、開けようよ、え、また開けるんですか、いやいや開けます、いやいや、いいですいいです、それぐらいなんかもう開けた方が気持ちいいね、でも、でもやっぱちょっと合成的にはどうなのかな、この下道レベルだと分かんないですね、分かんないね、開いてても全然合成ありません、うん、でも閉まっててもそのすごい硬くなって乗りづらいってことも全然感じないですね、ステアリングフィールもちょうどいいし、うん、ブレーキも初期制度からグッて効く感じじゃないですけど、うんうん、ギューって効く、うん、はい、そして何より運転しやすい、やっぱりターボ、はい、さっきのターボ問題あったじゃないですか、はい、みんなターボなのにターボだって
名前とかって、はい、もうそういう細かいことって乗ったらどうでもよくなりますね。まあまあまあ運転したらそうですね、うん、いやもうこれじゃない、うん、これがなんていうのかな、うん、いやもう黙って乗ればわかるよっていうぐらい、うん、この距離でこんだけ楽しむのすごいと思うんだよな。すごいですね。いやもっといろいろ試してみたいです。すごいエンジン音感じるね。感じます。エンジンがついてる乗り物に乗ってるって感じです、うんうん、いやターボも多分ターボついてやっぱ音がちょっとこもるじゃないですか、うんうんうん、で結構特にフェラーリなんか、うん、やっぱり音が悪くなったっていうか、そのあんまりこう揃った音じゃなくなっちゃったよねとかって言われる機会あるんですけど、うん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 、そんな中でもポルシェとか、うん、フェラーリもスペシャルモデルとか、うん、割といい音してると思うんですよね。するするする。まただからエンジンが後ろにあるっていうの特別感っていうのもやっぱりあるよね。そうですね、うん、だってこの聞こえ方がする車ないっすよ。ない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 。うわめっちゃ気持ちいい。シフトもスムーズだね。あ、まあ、まあもともとねポルシェのシフトはスムーズだけど、加速の DCT でしたっけ、うん、あ、だからこれも1個ギアが増えて、うん、はい、あれですよね、進化してるんですよね、うん、してる。うわうん、これはね、ちょっとな、距離がもうちょっと走ってれば高速道路で行っちゃいましょう小島さんって言えたんですけど、さすがにもう。じゃあこれも新たな企画で、はい、ご購入いただいた方に一緒にドライブしていただくという企画、ぜひ募集させてもらって、助手席にインディ乗せてください、はいはい、いやでもいい車、いいっすよ、いい車だ。でもこのボルドーの明るさ、はい、明るさ派手じゃない全然。いやアリーナの写真、写真でだいぶ見え方違いますよね。そうですね、指摘されたんでちょっと直します、はい、ちょっと色味調整しましょう、はい、動画もちょっと怪しいですけどね、うん、いや動画も結構その実写と違く見えることが多々あるんで、うん、でもまあ、うん、本当にでもやっぱお客さんと接客させていただいて、はい、皆さん、まあ、僕もたちもやっぱり写真撮るのは、まあ、なるべくかっこよく撮ろうと思ってはいるんですけど、はいはい、で実際見たらやっぱ実写全然かっこいいわっていう方がほとんどなんですよね、はいはい、やっぱ車って実写ですよね。動画も写真もやっぱりいいんですけど、実写ですね。色味もそうだし、うん、実写って雰囲気ありますよね。あるある、うん、なんかこう僕ウェブのその在庫車両ページで、うん、この車見せた時よりも、うん、実写見た方が全然かっこいいですよ、うん、やっぱり雰囲気って大事ですよ。大事大事大事、絶対大事よ。そして乗るとよりそれが、うん、うわこの車欲しいとか、うん、いいとか、まあ、逆パターンもたまにありますけど、うん、やっぱり車って乗ってなんぼだから。でもやっぱりそのなんていうのかな、まあ一応僕たちプロではありますけど、はい、まあそのレースとかそういうの素人の部分も多々ありますけど、はい、この新車科学の科学体は納得できますね。そうですね、ちょっとここに乗っただけでも。だって普通の彼ら2台分ですよもう、うん、はい、いろいろつけてたら2台どころじゃないですか。そうそうそうだいたい1000万円超えるともう車のなんかこう感じがすっごく良くなりますけど、それが3000万円までいったらもうなんかこう芸術じゃないけど、だから前なんかネットで書いてあるけど走る不動産でね。ああもうそうですね、そうですね、そうですね。なんか乗る人を幸せにしてくれる感じしますよね。めっちゃいい音してるな。まあもう少しでもこれで興味持ってくださる方がいらっしゃったら、そうね、ぜひいいですし、はい、見ていただいて、うん、気に入っていただければご購入していただけるとなおいいかなと。本当ね、若い方も見てる方いらっしゃいますけど、こういう仕事に就けばこういう体験もできるかもしれないんで、ね、ぜひ、はい、採用ページに。そうですね、リクルートもちょっと募集してます、ね、募集してますからね、はい、いろんなこと言っちゃいましたけど、総合点的にはもうどうですか。いや120点です。120点ですか。120点でした、うん、いやポルシェどれもいいんですよね、うん、だこれ乗ってちょっとターボ S もちょっと興味を湧きました、うん、だと最近ちらほらいろんなとこでこう見かけるというか、うん、登場する機会が多い GT3 とか、うんうん、はい、
いろんな顔ありますよね、同じボディで、うん、本当そうなんですよ。だポルシェこそなんかもう特に中古車一期一会じゃないですか、うんうんうん、同じ個体ってほぼないじゃないですか、うん、そうね、オプションのね内容からしてね、はいはい、うん、確かにそうだ、グレードもそうだし、うんうん、オプションもそうだし、中のそのカラーの組み合わせもそうだし、うんうん、だ気に入ったのを買うのもよし、乗ってっからなんか使って気に入るもよし、うんうん、はい、そんな一台でございました。いやめちゃくちゃいい車でした。だから若干欲求不満になりましたもっとこのシーン、もっと乗りたい、もっと乗りたい、これはもっと知りたいこの車を、はいはい、と、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけれども、はい、一応買い取りもまだまだ強化中ということで、はい、でこちらの個体 も買い取りさせていただきました、はい、でもう極上コンディションであればこうやってご案内させていただくこともあるかと思いますので、まあ、ぜひぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はポルシェ911ターボカブリオレをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。